ジングプラのひとみです。さあ今日は何について話そうかなって考えてたんですけど、最近レッスンでよく喋ってるようなことが、まあガーじゃないですね、ことをちょっと喋ろうかなと思います。手打ち、手打ちについて考えてみようみたいな今日は動画にしたいと思います。さあ皆さん、手打ちと言われてどんな動きが思い当たりますか？いろいろありますよね、手打ちって。まあ大まかに言うとこの3種類のことを言うことが多いかなっていうので、今からちょっと3つを説明していきたいと思うんですけど、まず振り上げたところ、トップの位置から直線的にボールに向かっていく。これは下半身リードが多少あったとしても、こっから当てるために直線的な動きをするとよく手打ちと言われます。こういう動きですね。とするとまあどういうことが起こるかっていうと、鋭角に降りてきた方のエネルギーでいってしまうと、ほぼほぼアウトサイドインっていうエネルギーになりやすいです。あとは鋭角にボールに向かってしまうので、前へ飛ぶっていう推進力が得にくいっていうのもあまり良くないことです。これやっぱり俗に言う手打ち、手打ちって言われる部分ですね。まあ、これは僕もやめた方がいいと思います。アウトサイドインはいいよみたいな動画も出したこといっぱいあるんですけど、このアウトサイドインは良くないです。当てるために鋭角に打ち込みすぎるは、これは良くないです。じゃああと2つ、これちょっとややこしい部分あと2つあるんですけど、インパクトの付近で手がなんか反応してしまう。なんかここで瞬間的になんか合わせにいってる感じがするっていうのもよく手打ちって称されます。この理由はすごく明確で、手を脱力してこのままプレーンをこうなぞっているだけだと当たらないって反射的に感じて、当てるために手が動く。これこの手打ちっていうのは初心者のうちにはほとんどありません。どちらかといえばある程度球数を打ってきて打つという感覚が育った人がインパクトの瞬間にやばいって言って手が反応してボールに当てに行くっていう、これはまあ手が原因というよりかは体の位置だったりタイミングがずれることによってシャーなしに出てくる手の反応っていう意味の手打ちです。これ実は結構多いですね。まあ、もっと言うと、でもプロの方々ですら反射的に手打ちでバーって合わせて打つなんてことはありえるので、まあ、その数がどんだけ少ないかっていう意味合いで、イメージとか練習していただいてたらいいです。で最後、手の返しが強いスイングを手打ちっていう方もいらっしゃいます。例えばちょっと分かりやすくボディーターンスイング、こういう運動ですね。これはインパクトのこの付近で手の反応がほとんどない状態です。こうですね。これは、まあ、低単独で言えば切り返しのこの間からほとんど手が動かさずにインパクトしているので手打ちじゃないボディーターンスイングだよみたいな言い方をしたりします。これの逆ですね。例えばさっきとまあ全く違うスイングに見えたと思うんですけど、インパクトの付近でしっかりハンドアクション、手の動きをしっかりローテーションを入れていってリリースをする、返していく。はいどこまで言ったかな、こうまあ、違うスイングに見えましたよと。これは
腕の動き、しっかり腕のローテーションをしっかり使っていってヘッドを走らせていく、まあ、円軌道を作っていくっていうスイングで、手のアクションは多い、まあ、こういうスイングを手打ちっていう方もいらっしゃいます。これは最後のやつはいいか悪いかはその人の原因次第というか、あの考え方次第っていうのはあると思います。まあ、手打ち、これを手打ちですね。手で打つ、あまり体動いてないと思うんですけど手で打つ、まあ、これがいいか悪いかは今日のちょっと議論では、議論というかお話ではないのでちょっと置いておきますが、じゃあ手打ちって、そうですね、最初の一つだけが絶対悪というか、あの絶対直した方がいいよっていう手打ちの部類だっていうのを今日伝えたいですよね。さすがに当てるためだけに超鋭角にボールに当てにいっていると、これはさすがに全く飛ばないし、当たるようでもちろん当たらないとは言わないんですけど、ものすごく点でしか当たらないスイングになっちゃうので、これは良くないです。これは直しましょう。あとの2つに関しては、まあ、特に2つ目ですね、2つ目に関しては地道に直すしかないし、3つ目の手打ちに関しては考え方が違えばそれはこう、あの大正解なスイングになってしまうので、どちらでもいいですよというところになってしまいます。ということで、まあ、直すべき手打ちは1つなので、これの直し方、まあ、直し方というか練習の仕方ですね。すごい単純なとこなんです。これももう動画出したことはありますが、手とクラブが上に上がっている、でここからしっかり元の高さにクラブヘッドを落とさなきゃいけないわけです。こういうことですね。このまま体が回転していけば、それは手打ちになっていってしまうので、ここからしっかり先手でいいので下ろしてください。で、下ろし方は2通り。僕が今やったようにこの直線上でヘッドを下ろすっていうタイプと、クラブを後ろに倒すっていうタイプが2種類あります。ちなみにあなたが今習っていないんだったら、スクールとかね、レッスンとか、あの上級者の方に見ていただいてないんだったら、まっすぐにしとくことをお勧めします。裏でこのヘッドを落とすっていう作業はかなり自分一人でやると難しい対処の仕方になるので、まっすぐの方がまだ間違いにくいです、直し方を。ここでいいですね。トップの行きました、そのまままっすぐここに下ろしてください。下ろしてからがスタートです。ってなると最初の手打ちに関してはできなくなるので、これは簡単に結構練習ができます。で、慣れてきたらそれをスピードアップしていただいて、あ、ここに下を下ろすんだな、下ろしてから打つんだなっていうこの動きですねをしていただいて、慣れてくればそれのスピードを上げていくっていうだけでいいです。他余計なことは基本的にしなくて、最初言った手打ちは治ってしまうので、すごく簡単なんだけどやらない練習としてよく言ってます。最初の1個目の手打ちだけは直さなきゃいけないけど、直すのはそんなに難しいことじゃないです。練習さえすればほとんどの方ちゃんと直ります。で、その中でどういうスイングをするのかっていうのはまたそれぞれの考え方をしていただければいいので、じゃあ絶対に直すべき手打ちは1つだけだったということですね。2つ目の手打ちは基本的には練習を細かく続けるしか直らないし、3つ目の手打ちは考え方の違いなので、どっち何が正解とも言えません。ということで今日の内容は以上になります。さあ、直すべき手打ちの人だけ直して、後の方はちょっと考えてみてください。ということで今日の内容は以上です、内容が良ければチャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。